ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。さあ、というわけでジャガーズチャンネルラスト動画、いよいよですね、ラスト。はいはい、2021年のラスト動画ということでね、まあまだまだ続きますけど、うん今日最後じゃないですから。最終回じゃないの？ちょっとあのサムネ詐欺やってみてどんな反応があるかなと思ったら2021年のラスト動画です。あ、そういうことか。そういうことですよ。はい、だから振り返りながら来年のお話もしていきたいと。はい、はい、だって来年結構ね、いやもう早速素敵な動画も撮りましたしね。うん、はい、そう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 、最初その話じゃせっかくだからしちゃおうかな。うん、2021年今日ラスト動画ですけども、はい、2022年の一発目の動画上げるのは、うん、トラビスジャパンの動画です。トラ年ですから。トラ年ですし、ニャンニャンですし、2022年、うん、で2021年も一発目上げたんですけど、うん、やっぱりそれのね、弦を担いで二発目も上げるということにしました。はい、そうしました。だからもうトラジャーをまあ見てもらって、うん、2022年一発目はトラビスジャパン、はい、何かいい年になるんじゃないかなという期待も込めてね、うん、はい、あげました。ぜひ楽しみにしてください。はい、さあ、そして今年の振り返りですけども、うん、カウントダウンの動画撮ったの覚えてる？カウントダウンってこんな感じだったらいいねって、あのそうそう、予想しました。予想というか、勝手に見た体で感想を喋るっていう、うん、やってもないのに、うん、でその時発表もされてなかったんですよね。はい、やるかやらないかも分かんない時にカウントダウンやって見終わったっていう設定で撮ったんですけど、はい、うん、それがもう今となってはもうカウントダウンが発表されて、はい、まあ、明日ですから、うん、ね、この時30日アップしてるんで、そうだ、明日、うん、実際そこで喋った動画とか今見てもらって、うん、その後カウントダウン動画見たら、うん、もしかしたら合ってる内容もあるかもしれないし、ね、その辺の比べる楽しみもね、うん、ぜひチェックしていただけたらと思います。このジャガーズチャンネルやって、うん、2019年の多分10月ぐらいからちょくちょくやりだしたでしょ。パパパパパパパン20年だね。20年か、うん、そう、コロナ禍に始めてる。コロナ禍に2020年の後半1年ちょっと、うん、でもう多分250ぐらい上がってるんだよ、多分動画が。200とか200も200は超えてるよ、ね、超えてる、はい、230とか40とか、うん、最近アップしてる動画あるでしょ、うん、それよりね、過去の僕がカッコン糖を飲むってやつの方が再生回数上だったりするのよ。あ、そうそう、カッコン糖を飲む動画見てもらいたいの？カッコン糖動画見てもらいたい。1年やったらカッコン糖、カッコン糖、カッコン糖。なんかって、カッコン糖の人に見つけてもらいたいもんね。カッコン糖飲む動画見てもらいたいな。全然俺はどうでもいいけど。あの本人が楽しんでるからいいですけど。そうですね。最近投げてる動画で、まあ、YouTube の方の数字はあれですけど、TikTok とかで結構バズり出してる動画もあって、うん、それはあの替え歌ね、ジュニアの名前とか、うん、特徴を覚えてもらうっていうのを替え歌で紹介する、うん、はい、この動画は結構好評で、うん、実際、まあ、名前は言えないですけど、そのグループのメンバーに見てもらったりとか、うん、でもしてくれてるので、はい、だからあれも2020年ね、22年、うん、ぜひ頑張ってまた違うパターンで上げていきたいですよね。そうですね、やっていって、うん、でファンの方もそれがちょっと広がってバズってカラオケで歌ってくれたりとかしたら嬉しいな。僕の目標はそれをコンサートの MC 中に行ってもらいたい。誰かが、誰かが見たあれっつって、うん、いいね。だから少年忍者の小島健、あ、そっちっていうのを、うん、ああいうのを MC の時とかにさらーっとなんか言われたら嬉しいよね。そう言われたら、少年忍者は本当ね、やっぱ22人っていう大所帯ですから、うん、名前覚えれないって結構やっぱあるんですよ、うん、あるあるなんですけど、うん、それをすごいこれで覚えれると思いますみたいなコメントもらえたり、そういうのは嬉しいですよね、うん、はい。さあ、そしてね、まあ、まあ来年もそういう動画上げていくってことでね、うん、ファンの方も見てもらえて喜べる動画、そしてジャニーズの方も結構見てくれたりしてるらしいので、それで本人方もやっぱり喜んでもらえる動画、うん、はい、さらには僕たちがただただやってて楽しい動画もね、うん、それも上げていきますんで、まあ、来年もぜひよろしくお願いします。あとジャガーズとしては来年ちょっとぜひまた単独ライブ復活させて
全国行けたらなと思ってますんで、はい、YouTube 始めてから単独ライブ1回もやってないんですから。やってないね。はい、その単独ライブやって、その単独ライブの様子をね動画で上げるとかもいいですし、そうですね、はい、こんな感じでやってるんだよっていうのもね見てもらえたらと思いますんで。密着みたいな。そうですね、裏側、はい、ね、ぜひぜひぜひよろしくお願いします、はい、ぜひ遊び来てください。その時はね、ジャガーズチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、というわけでお送りしました2021年もジャガーズチャンネル、皆さんありがとうございました。良いお年を。良いお年を。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。